韓国公正取引委員会日本企業に報復開始。韓国の聯合ニュースによりますと、韓国の公正取引委員会が三菱電機などの日本企業が談合していたとして8億円の課徴金の支払いを命じたことが明らかになりました。こちら公正取引委員会の幹部は、日本が結局経済報復を行った状況を受け発表することにしたと発言しております。 この韓国の公正取引委員会は7月に日本企業に対して課長金を、課徴金の支払いを命じたと公表する予定だったとされており、日本政府が輸出管理を韓国政府に対して、韓国に対して実施するという情報が流れ、発表を先送りし、日本政府に対してこの 談合について発表するぞと、同喝していたんじゃないかと思われます。こちら、厚生取引委員会としては、致命的な動きです。企業が起こした問題そのものについて対応しただけではなくて、報復でもあると認めてしまいました。現在、日本企業は韓国の省が信用できないとして撤退し始めておりますが、 公正取引委員会も信用できないとなれば、さらに撤退が加速することになるでしょう。日本企業の皆様、チャイナリスクのように現在、コリアリスクが非常に高まってしまっておりますので、企業がこれ以上被害を受けることがないように、対応を取っていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、 ありがとうございました。